1号艇の原田幸也選手です。輸出おめでとうございます。はい、ありがとうございます。ここまでエンジンはどのように仕上がってきているでしょうか。そうですね、日に日に、理想に近づいて、昨日今日はかなりいい感じです。具体的に船足に特徴などはありますか。乗り心地がいい感じですかね。ターンしている最中の感じがかなり良くなってきたので、はい、足的には普通だと思いますけど。明日の優勝戦に向けてそこをピークに調整を合わせるとおっしゃっていました。明日はそういった調整になりそうですかね。そうですね、まだちょっと気になるところはあるので、細かなところを調整して、明日はベストな一番いい状態で臨みたいと思います。今節スタート感はいかがでしょうか。感通りはいけてるんですけど、ちょっと握り込んでからの加速感が、ちょっと体感と合わないので、そこら辺をもうちょっと調整して、明日はそこら辺もバチッといきたいなと思ってます。はい、スタート目標を教えてください。そうですね、ゼロ台後半を、全速でいけれれば、持つ足かなとは思ってます。大村水面とはとても相性がいいように感じますが、ご自身ではいかがでしょう。よくポカしますんで、あんまりその気を抜かずに気を引き締めていきたいなと思ってますけど、はい、それでは最後にファンの皆様に意気込みとメッセージをお願いします。はい、明日風強くなりそうですけど、風に負けず、いいレースをお見せしたいと思います。応援の方お願いします。